今年世界トップクラスの省エネ性能をルスーパーコンピューターの開発に成功。で注目を集めた東京のベンチャー企業の長ら二人が経済産業省が所管する NED 新エネルギー産業技術総合開発機構ら助成金4億3000万円余りを騙し、だとして詐欺の疑いで東京地検特捜部逮捕されました。逮捕されたのはスーコンピューター開発を手掛ける東京千代田区のベンチ異企業 PEZYOM プットイン G の社長斉藤玄翔陽。産業技術総合開発機構からベンチャー企業技術開発を支援する助成金4億3000円余りを騙し取ったとして詐欺の疑い持たれています。 PEZYCOプットイン G など藤社長が経営するベンチャー企業2社は今年10月経営速度が国内最速で性トップクラスの省エネ性能を誇るスーパーコンピューター UKOU 企業校の開発に成功しと発表し、ベンチャー企業が少ない人員大手企業などを上回る性能のスーパーコピューターを開発したとして注目を集めいました。特捜部はスーパーコンピの開発をめぐる不透明な資金の流入に行って実態解明を進めるものとみられ